の久保武房さん、早速先輩をいじる。インスタで絡みまくっててくさ、またやってるよ。もう炎上したこと忘れてそうやわら。信頼関係の上でのコメントなんだろうけど、なかなかえぐいとこついててわろた。悪ガキ感あって好き。竹って結構先輩いじるよな。ワールドカップの時も長友いじってたし。メンタル鬼よな。インスタ炎上したのに全く気にしてなさそうなのおもろ。彼は脳筋だからね。まあこの若さでトップレベルでやってるわけだし、寝たら忘れるメンタルじゃないとやってけれんのじゃね。橋岡ってゲルンの噂出てるよね。いけたらいいな。橋岡は身体能力高いし、ドイツでも普通にやれそう。直球ないじりに寛大な心で変身する橋岡。久保って人の懐に入るの絶対うまいよな。